皆さんこんにちは。前回の動画まででですね、アクアリウムやるのに知ってると良いかなと思える化学、まあ、高校程度の化学の紹介をしました。今回はですね、その化学がアクアリウムのどういう場面に対応してるっていうか、どういう場面で使えるかっていうお話をしたいと思います。それから、今週土曜日の、2時ぐらいから、コヒさんというね、この方もアクアリウムの、YouTube のチャンネルされてるんですが、その方と、生放送で対談する予定ですので、よろしければそちらもご覧ください。はい、それではどうぞ。ではここからはアクア関係の話がどうつながってるのかっていうのを、まあ、青ペンでね書いていきます。まあこの左上から順番にね書いていくと、これはまあさっきも話したけれども、酸素っていうのはまあちょっと水に溶け込みにくい、で水に溶け込んでいる酸素の量、これを溶存酸素量と言いますね。まあ、アクア関係の青色でこれちょっと丸っこく囲っておきましょうか。まあ、二酸化炭素 CO2 っていうのも実は脂っこくてね、その辺の話もしたいと思います。これは気液平衡からと、まあ、もう一つはこうね、浸水性疎水性っていうね考え方からと、この温度とで、まあ、酸素どんだけ溶けるのかっていうのは理解しやすいかと思います。そして温度がね高いほど反応が、起こりやすい、進みやすいっていう話ありましたけれども、まあ、それは生物にとってもそうなんでね、温度が高いほど、生命活動は、盛んになります。夏ってね草がすごい生えたり虫がめっちゃ湧いたりご飯がすぐに腐ったりしますよね。冬はまあそれほどでもないっていうね、まあ、温度の影響を受けている。まあ、これは化学反応式と化学平衡、化学平衡ですね、化学平衡と関わっています。それから温度と熱っていうことでいうとね、水っていうのはめっちゃ熱吸収しよるんですよ、あいつは。あれは逆にめっちゃ熱出しよるんですよ。これ非熱っていうんで、まあ、それも話しようと思います。温まりにくく冷めにくいってやつですね。で水槽のサイズはでかければでかいほど楽ちんだよと、管理がねと言いますけど、なんでなのかと、温度面でのね管理で言うと、温度変化が小さくて済む、という話にもつながってくると思います。でこの浸透圧は、さっき言ったように魚が調子悪い時に、まあ、とりあえず塩を掘り込むかっていう塩浴がなんでいいのかっていうことが、まあ、分かりやすいかと思います。浸透圧から理解する。これ以前の生放送で大輔さんがね、森蔵さん何やってるんですかとか言って遊びに来てくれて、その時にこうそういえばなんで塩入れんのっていうふうにね聞いてくれたのでお話ができたものですね。それから RO 水ってありますけども、これ逆浸透水ってやつですね。まあ、これ半透膜っていうねこう絶妙な大きさの穴の開いた膜を使って、逆浸透させて、作っている水が RO 水ってやつですね。リバースオスモシスやったかな英語ではね。
そして、あ、酸化還元反応で言うとね、こう生物反応ではないんだけども、水道水にはあのカルキが入ってますよね、あの塩素がね、バイ菌が増えないように。でもそれをこう水に入れるとお魚さんとかちょっと呼吸が苦しくなるっていうことで、カルキを塩素を中和したりするとかっていうね、ハイポとかで、さて呼吸と光合成ですが、これちょうどね、化学反応式で書くと逆向きの反応でね、呼吸っていうのは酸素を取り入れて二酸化炭素を吐き出してますよって、これは小学校でも習うのかな、なんか小学校の理科でもあったのか中学校から習うのかな、まあこんな話ですよね。光合成は逆ですよってぐるぐる回ってる、そして、まあ、そのぐらい知ってるわという方が多いかと思いますが、脱窒と消化で、まあ脱窒にはまあ熱いものがあってですね、アクアリストを熱くさせるものがあって、水換えせんでいいっていうねこともあるし、なんかちょっと理屈とか難しい、あとそれを実現するのがまあ何よりも難しいんでね。でもこれって実は硝酸呼吸っていうやつでね、あの脱窒っていうのはあの、まあ、ある種の呼吸なんですよね、バクテリアにとっては。で、まあ、詳しくはまたその分野進んだ時にやりますけど、硫酸呼吸っていうのもあって、これが起こると H2S 硫化水素がまあ発生して、お魚さんたち死んじゃうっていうことですね。このまあ硝酸呼吸と硫酸呼吸がコントロール難しいっていうか、硝酸呼吸だけやってくれるんやったら脱窒やからそれはめっちゃ嬉しいんですけど、この H2S も発生しちゃうことがあってこれが難しい。この低硝の圧磁器ね、そうするとこうそこにこのね硫化水素が溜まって、それが低硝つついた時にボコボコと泡として出てきて、魚とかエビが死ぬみたいなね、まあボコボコと泡として出てくるってよっぽどやと思うんですけど、よっぽど脱磁器かよっぽど餌やりすぎか。あとはまああの外部フィルター、これを密閉したまま電源つないでポンプ回して水槽内の水と循環させるとかじゃなくて、それをやめてなんか片付けのなんかタイミングでね、こう密閉したまま放置して、でそのあ3ヶ月経っちゃったみたいな時にも、まあ硫化水素は発生することが多いですね。だから臭い、そういう場合にはこうね、外部フィルターの密閉放置で臭くなる理由とかね、この脱窒をうまくさせますよっていう商品がいっぱい出ていて、テトラの、ナイトレートマイナス、それから海水ではね、レッドシーの NO3PO4X やったかな、まあ、そういう商品があって、こいつら脱窒をしてくれると。脱窒菌の栄養を与えるっていうね。それからは、みりんね、本みりんね。本みりんを入れたらこれと一緒のもんや、みたいな。特にこれは本みりんと一緒や、みたいな言ってるあのページもありますけどね。それから、まあ、脱窒のしてくれるのはええねんけども、その硫化水素が発生するのが怖い。そこでちょうど適度なそのなんちゅうのか脱窒だけが起こるバランスを取ってくれてるのがゾックスのバイオメディア。の L サイズ。まあこれはまたそこの脱窒の話のところでできればと思います。まあ、こんな話にも関わっている、硝酸呼吸、これですね、これね。
はい、ではこっちの疎水性の方に行きたいと思いますが、まああの水槽って水ばっかりやから油関係ないんちゃうのと思うかもしれませんが、まあ水草水槽とかで油膜が水面に浮くことありますよね。あれまあいろんな言われ方してますけど、おそらくタンパク質でしょうね。タンパク質の油っこいのが浮いてるっていうね。まあ海水ではサンゴが結構そういうなんていうのかな、タンパク質を分泌するんやと思うんですよね。まあそれが水を汚していくんで、それをもう空気の泡で絡め取っちゃうっていう装置があって、それがプロテインスキマーってやつですね。はい、では水質の本丸、酸液反応に行きましょうか。まあだからここがまあアクアの水質といえばメインは酸塩基反応という感じですね。でこの pH と硬度って結構深いつながりがあって、CO2 二酸化炭素がこう水と反応して H2CO3 っていう、まあ、炭酸になるんですよね。でこれが一段階電離して HCO3- っていう炭酸水素イオンになったり、もう一段階電離して CO3-になったりしょるんですよね。でカルシウムイオンがあるとこの CO3-とくっつきやすいっていうのがあって、とかとかというわけで、pH と硬度っていうのは結構絡まり合ってる、こいつを通じてね。まあ、それを表しているのが、KH ってやつね。炭酸塩硬度って言ったかな。この HCO3- の濃度を測ってたんやと思いますけど。KH ね。GH は総硬度って呼ばれるやつ。硬度物質の総量。TH っていうのは、まあ、アメリカ式の GH のことですね。GH はドイツ式。TH はアメリカ式で同じものですね。測ってるのは同じ。ただその表してる数値がちょっと違うんで、高度なんぼやったっていう時に、それは GH で TH でって聞かないとダメですね。まあ高度物質の少ない水は軟水、まあ主にあのカルシウムですね。高度物質っていうのは、でそのカルシウムが多い水は硬水って言ったりしますね。まあ、水草水槽とかアマゾンの、多くの地域の魚なんかは、弱酸性の軟水が好きとかって言いますよね。この辺の話です。なのでこのカルシウムを取り除きたいぞっていうことで、このイオン交換の仕組みを使うんですが、イオン交換の仕組みはこの辺に書くか。まあカルシウムイオンを吸着する赤玉土とかゼオライトとか、あとはパワーハウスのリングロ材にソフトタイプハードタイプっていうのがありますけど、あれもイオン交換してるんですよね。それから、活性アルミナ、まあ粘土の成分を細かく砕いたみたいなもんですけどね。これが、すごく皆さん評判のいいリバースですね。それから ADA の出している NA カチオンフィルター、まあこれらは全部イオン交換。活性アルミナはなんか吸着とかできるね。吸着とイオン交換どう違うのかな、また勉強してんとあかんのですが、まあまあ、この辺の話ですね。イオンをここに吸着する、あるいはイオン交換で別のイオンとね取り替えるっていう話ですね。はい、でですね、次は有機酸によるキレートを考えていきましょうか。まあこれ酸性にもするんですけれども、
まあ最も単純なものは木柵液ですかね。まあこれ酢っていう漢字が入ってるように酢酸ですね、お酢の酸っぱさの成分と一緒、畜作液もまあ一緒でね、主成分は酢酸、それから、キッチンのね掃除するのに100均とかでめっちゃ安く売っているのがクエン酸ですね。そして、タンニン、黒くなるやつね、水が。それから腐食酸、タンニンも腐食酸に入れんのかどうかちょっとさっき調べた感じではなんかネット的にはよくわかんない感じでしたけども、腐食酸の中では、フルボ酸、不眠酸っていうのがあって、まあこれ酸で抽出できるか塩基で沈殿するかなんかそんな話あったと思いますが、またこの話するときには勉強したいと思います。商品としてはヤシャブシの実、タンニンたくさん含んでるんですよね。そしてマジックリーフ、そしてピートモス、なんかは、この、腐食酸とかタンニンとかをたくさん持ってますね。はい、という話。この辺はまあキレートの話がでかいですかね。で、まあ、こいつが、カルシウムイオンをキレート化して捉えるので、水が軟水化する。アマゾンとかでね、あの軟水になってるのはもう圧倒的なその森林でしょ、あそこ。だから落ち葉がまあ腐って腐食になって、その腐食酸がカルシウムイオンを捉えるんで、めっちゃ軟水なんやと思いますけどね。それから鉄液肥、これクエン酸と、まあ、2カ鉄で自作もできるようで、僕も作ってみたいと思いますが、まあこの話にもいけるかなと思います。電離してるね、水の中の物質の量を簡単にチェックするなら、まあ、TDS メーターかなって感じですね。僕まだ持ってないんですけど、まあ買おうかなとは思います。例えばまあ水の中にイオンの状態で溶けているカルシウムイオンとか、あるいはまあね、窒素汚れの蓄積を占めるこの硝酸イオン、などの、イオンの濃度、濃さ、量、まあこれを測定するわけね。だから水道から出てきた水をこう測ったら、まあ水道の水にはほとんど硝酸イオンは入ってないですから、非常に入ってたとしてもこう低いですから、だから水道水測ると TDS メーターでね、だからカルシウムイオンの濃度がまあ分かるのかなと。で水槽の水測ったらね、いや1ヶ月ぐらい水返してへんはどうかなというか、測ったら結構 NO3- が多くなってると思うんで、水草がねバンバン吸収してなければ、まあ、そろそろ水替えした方がいいかなって感じが分かるっていうことですね、 TDS メーターチの。で、この3つ、カルシウムイオン、リン酸イオン、鉄の酸化のイオンっていうのは、まあ沈殿しやすい、吸着されやすいもので、カルシウムイオンについては、テトラの pH
KH- っていうのが、まあ希硫酸でできてるらしくてね、薄い硫酸すんで、硫酸の酸で酸、pH を下げるっていうのもあるけれども、まあ主にこのカルシウムイオンと硫酸イオンがくっついて硫酸カルシウムの沈殿になって、で高度成分取り除いて、で軟水化するんで pH 下がりやすくなりますよっていう理屈ですね。でこの、リン酸イオンはまあ沈殿しやすい、だから水換え頑張ってもね、沈殿の中にあるんで、だからフィルターを掃除したりとか、低床をこうプロホースでザクザクやって、そのオデイとかをね取らない限り、水抜いてるだけでは無理っていう話ですね。でリン酸イオンが多いと黒ひげゴケ、海外では BBA、 ブラックビアードアルジー、あるいはブラウンブラシアルジーとか、まあそんな言い方されてますね、 BBA。まあ、アクアリウムの水槽に生える苔、まあ、藻類なんですけどね、苔という言い方してますが、藻類の中で最も手強いのが黒ひげ苔ですね。黒ひげ苔はリン酸イオンだけじゃなくって、ケイ酸、SiO3 の量にも、よるみたいですけどね、こいつの発生は、ね。はい、最後は肥料ですかね。肥料の話としては、ドバドバあげたらいいもんでもなくって、植物の成長っていうのはまあ最も少ない栄養素によって決まるよというのがリービヒの最小率ってやつですね。まあそれをその分かりやすく絵で表したのがドベネックさんっていう人の考えたね、ドベネックの桶ってやつですね。だからまあ最も足りてない栄養分、肥料を与えましょうっていう話ですね、これね。肥料を主に NPK 3要素を書いていますが、まあ、窒素って言っても、タンパク質の状態の窒素、タンパク質などのね、状態の窒素、有機体窒素と言います。でこれがまあバクテリアによってね分解されてアンモニアになる。この状態の窒素をアンモニア体窒素で、これが消化細菌によってさらに、酸化されて、硝酸になる、硝酸イオンになる。この状態の窒素は硝酸体窒素と言いますね。カリウムに関しては炭酸カリウムっていうのが、まあアマゾンで 500g いくらやったかな、まあそんなに高くない値段で売ってますよね。なんかお菓子作りに使うみたいで、で、このまま入れてもまあカリウムの補給にはなるとは思いますが、僕はクエン酸と反応させています。そうするとクエン酸の方がね、炭酸よりも強い酸なので、弱い酸である炭酸は追い出される。これ混ぜると、混ぜて水入れるとね、シュワシュワシュワってこう泡が出ます。でクエン酸カリウムができる、弱酸有理とか呼ばれてる現象ですね、高校科学ではね。
まあ、この反応ですけど、何グラムと何グラム入れたらええのんという話なんですが、まあ、ちょこ中和反応なんですが、ちょうど良い量、ここでちょうどこう中和反応ぴったり終わりましたよっていうところ、等量点っていうんですけど、まあ、これを計算で求めることもできるのかなと。まだその計算やってないですが、まあこれはちょっともしリスナーの方でご希望があればって感じかな。なんでかっていうと、これ計算が入ってくるんで、まあ多くの化学、化学をこう授業でね勉強した高校生がこうつまずいたモルってやつね。このモル計算を使えば、この等量点っていうのが出せる計算でね。まあこれリクエストがあればやろうと思います、モル計算についてはね。はい、というわけで相変わらず見切れていますが、端っこがね見切れていますが、まあこれが青で書いたのがね、アクアに関係しそうな話題です。まあ今後のシリーズで各分野詳しくやっていこうと思っています。はい、それではご視聴ありがとうございました。ではまた。